ピンチがチャンス。東京の品川でお母さんと子供3人が殺害された事件。この事件のニュースを聞いて、え、また品川でということで、ドキッとしたんですよ。で、この事件を調べていくとですね、あることにたどり着きました。間違いなくこのことで、このことが関係して、この事件が引き起こったと思います。もしもそうならば、殺害されたお子さんたち3人含めて、これは大変ね、まあ、かわいそうで悲惨で虚しい事件だなということで、皆さん方に事件のね、まあ、概要とおそらく真相はこうではないかというですね、この考察をしたいと思います。今日は斜め45度の考察というよりも、おそらくこれまっすぐ考察してもですね、この裏側というかですね、この背景を皆さん方にお話しすると、ほぼほぼこれが事件の真相ではないかなというね、ところの話になるかと思います。事件が起こってすぐのですね、これ考察になりますけれどもね、被害者家族の皆さんですね、この話を聞いてですね、もしも失礼なことを言っていたらですね、これは申し訳ないなとね、いうことでお詫びしたいと思います。この事件はですね、東京都品川区戸越の2階建て住宅で火災があったんですね。で、親子4人が首とか胸とか特に上半身などを切られてお亡くなりになっているのが見つかった事件なんですよ。で、煙を吸い込んで病院に搬送された40代の父親も首に切り傷を負っていた。つまりこの家の中で5人発見されて、4人、お母さんと、そしてお子さん、長女の6歳、お母さんは37歳で高波冬美さんと言います。実はこの事件、高波冬美さんの奥さん側の実家、これを調べていくと、これがおそらくこの事件に関係しているのではないかということが見えてきました。まずは事件概要ですけれども、この高波冬美さん37歳、そして長女の6歳、次女の3歳、長男の2歳、この4人がですね、まずお亡くなりになってました。そして、これ、旦那さんはですね、自分も首に切り傷があって、煙を吸い込んでですね、発見されてるんですけども、もう顔とか炭で、ね、これボヤみたいな形ですわ。玄関がボヤみたいな形で発見されてるんですよ。で、旦那様搬送されて助かってます。命に別条はないんですけれども、第一発見者は、この高波冬美さん、37歳、の奥さんのお母さんが幼稚園から今日はね、すずちゃんとかみんなね、これ保育園とか幼稚園来てないよっていうような形で連絡を受けたんですよ。この冬美さんのお母さんが。そして心配して駆けつけたらね、なんか臭いな、ドアも開けへんな、いうことで警察に通報して、警察が来たら今の状況だったということなんですね。旦那さんは命を取り留めています。でですね、この、自宅ですけれどもね、家族5人で住んでたんですけれども、このご家族、どんなご家族かということもお話していきますけれども、実はもうすでに離婚をしていました。このご夫婦ですね。で、離婚をしたのは、いつかというとですね、なんとこの事件の3日前に離婚をしていました。3日前に離婚調停が、いわゆるこうちゃんと住んでいるのに、旦那さんは一緒に住んでいた。ここなんですよ。ここがちょっとこの事件の鍵になるんですけれども、3日前にね、離婚してたのに旦那さんは住んでいたということなんですね。で、このお住まいになっている、この2階建ての住宅ですけれども、お母さん、ね、この冬美さん、37歳の高波冬美さん、もう離婚を3日前にしているので、娘さんたちはご主人の姓、後藤を名乗ってます。つまりですね、ご主人の姓を名乗るということは、これもこの事件とちょっとですね、紐解いていくには重要なところです。お父さんがこの離婚、3日前に離婚した時に親権を取られているので、長女も次女も長男さんも全員後藤という姓を名乗っています。で、これで離婚は成立してます。ところは、この家自体はですね、この冬美さん、奥さんの方の持ち物なんですよ。で、もともとですね、この家はですね、
お母さんからですね、が住んでられたんですよ、お母さんたちがね。だけれども、この冬美さん自体はですね、介護施設の仕事をされていたんですね。で、介護施設の仕事を、していて、そして、それやったら、あんた、この家、介護施設に貸し出ししたりや、いうことで、実は、お母さんから、この家ですね、結婚する前はですね、介護施設、冬美さんの仕事が介護関係やったんで、これ勤めに行ってるんですよ。冬美さんは社長じゃないですよ。ほんなら、いうことで、応援したのはいうような形から、実はお母さんは、金持ちなんですよ。50年続くね、食肉店、精肉店のいわゆる事業をやってる地元では有名な女実業家だったんです。この高波家っていうのはですね。つまりここを先にちょっと言っときましょうか。この旦那さんはですね、逆玉に乗ってるんです。実はこのお母さんは50年間、この精肉店で地元で有名な、いわゆる実業家だったんですけど、このお母さんのご兄弟、これ、後ほど紹介しますけれども、おじさんですね、この亡くなったお母さんのご兄弟ですから、この冬美さんからすると、ご兄弟、おじさんになりますけれども、なんと大企業です。超有名な大企業、僕も知ってます。ここの社長さんだったんです。財界という本に載るようなところの、方だったんですね。年商は250億、従業員は900名近くいている、東京の品川にですね、本社ビルがあるね。これ後ほどお話しますけれども、この会社、この社長一族の、いわゆる、娘さんだったんです。ところが、この娘さんはですね、この旦那と結婚したんですよ。で、旦那は元美容師です。元美容師をやっていて、美容師を辞めて、同じ介護関係のケアマネージャーをしていたんですね。そして、職場で知り合います。この高波冬美さんと、この後藤旦那さんはですね、職場で知り合って、結婚をするんですね。で、その時にお母さんがやっぱ金持ちですから、実業家でね。ほんなら、あんたらこれ施設に貸してるけれども、あんたら夫婦で住みや言うて5、6年前結婚した、5、6年前ですね。長女が6歳ですからね、まあ、6年ぐらい前かな、この家住みやいうことで、お母さんのご好意でこの家に住んでいたということなんですね。そして旦那さんはですね、元美容師ですけれども、介護関係ケアマネージャーをやってる時に冬美さんと知り合って、その後やっぱりですね、この介護関係の仕事を辞めて、現在は、何の仕事をしているかというと、この事件当時ですよね、現在ですね、何の仕事をしているかというと、自宅で動画編集、よく今アルバイトで広告ね、あなた動画編集の仕事自宅でしませんかっていうやつあるじゃないですか、あれをやっていたんです。つまり専業主婦をしていたんですね。仕事は自宅で、まあ、収入の薄い、ここ非常にポイントです。収入の低い、子供が3人いてるのにね、収入が低い、この動画、ここなんで力を入れてるかというと、僕はこれ事件のね、真相にたどり着いてるんですよ。まあ、たどり着いてるから、ここ非常にポイントなんですよ。経済的にね、苦しい旦那が逆玉に乗った、この大実業家グループの娘さんをバーン取って、そして、いわゆる玉の腰に乗った、逆玉に乗った旦那は、ね、なんと、まあ、こんな言い方したらあれですけども、収入少なかったんですね、自宅で。専業主婦をしていました、逆玉に乗ってね。ところがですね、そういう生活をしていたんですけれども、近所の噂では、ものすごく夫婦の仲が良かったと。ね。で、旦那さんはこの大型のバイクね、ビッグスクーターいうのを乗ってね、奥さんを乗っけて遊びに行く姿を見かけられたり、近所ではですね、毎朝、子供を自転車に乗っけて、ね、保育園に送り届けていく姿を見たりしながら、家族はものすごく仲がいいようにね、見えたと。で、怒鳴り合ってるような喧嘩も聞いたことがないというような幸せな家庭に見えたんですけれども、背景にはちょっと一般では考えにくい映画などによく出てくるですね、大お嬢様です。もう大お嬢様の娘をね、言ったら、まあ言ったらこうですかね、まあ元美容師のにもなられへんかった、ケアマネージャーしててもそれもうまくいかへんかった、動画編集をやっているようなね、まあそういった男が撮ったっていう、ちょっと映画張りの背景があるんですよね、この背景にはね、こういう背景があります。で、こういう中でですね、奥さんの性格はどんな性格かというと、やっぱりそんな創業家で生まれてますからですね、結
構気が強くてストレートだったらしいです。なので、この事件を聞いたときに、元同僚がインタビューで答えて、こんなことを言ってるんですね。あの、冬美ちゃんの性格から言うたらね、ストレートで、ものすごく物事をはっきり言うからね。で、しかも冬美ちゃん自体は、ね、この介護の仕事、1年前から、もうずっと会社に来てなかったらしいんですわ。で、会社に来ていなかった、この事件やから、この事件を聞いた同僚は、うわー、あの強気な冬美ちゃんやから、ね、なんか旦那と揉めて、あの子が生活のことを嫌になって子供をやったんちゃうかと思うぐらい、まあ強気な性格やったらしいです。で、ここがポイントですよ。1年前から仕事を辞めていた。収入は奥さんもうなかったということなんですよ。収入がなかった中で、旦那さんは動画編集の仕事をして、子供3人を抱えている、この家庭があった。ところが、ここで歪みが生じてます。奥さんの家庭は大企業の創業家であった。しかもですね、この1年間会社を休んだ理由っていうのはですね、家庭が不和で休んでいたのではないということなんです。証言から言うと、そのように気が強いストレートな性格を持っている冬美さんは、上司とのいざこざでトラブルがあって休んでいたということが分かっているんですね。こういったことからですね、この事件、ずっと紐解いていくと、ちょっと、なんていうかな。結論から言うとですね、これはですね、こういうことだと思います。事件の結論から言うと、警察の捜査もですね、これは殺人事件としての捜査を始めています。ね。そしてですね、旦那さん自体が首に傷があって、この煙に巻かれた状態で運ばれてるんですけれども、この現場のですね、状況から見ていくとですね、これはおそらく一家心中を図った、ですね、旦那さんが。一家心中を図った旦那さん。だけれども自分は死にきれなかった事件だということが、事件としてはこれが結論だと思います。ところがですね、この結論に、今すぐね、動画に上げて、なぜ僕はこれを考察できるかというと、いろんな状況証拠から見ていくとですね、こういうことが言えるんですよね。まずですね、この、住宅自体はですね、このお母さん、実家のお母さんが駆けつけた時には、全部窓も玄関の扉も全部鍵が閉まっていて、密室状態だったということが一つです。ね。つまり、誰かが侵入して、いたという形跡がなかったということが一つなんですね。入れなかったわけですからね。つまり密室で起こっている。そして二つ目には、この凶器、ね、上半身に切りつけた凶器ですよね。ご主人も首に傷ありましたけれども、この凶器が現場にあったという状況証拠。ここなんですよ。凶器っていうのは普通の事件の場合ですね。犯人は凶器を見つかったら困るから、必ず凶器は持って出るんですよ。そしてこの凶器を池の中に投げ入れたり埋めたりして、凶器が発見されないようにします。なぜならば、やっぱりこの凶器と自白、動機、この3つが揃えば完全に確定しますからね。凶器がこの現場にあった。ということは、やっぱりですね、これはもう発見されてもいいという覚悟があったということですよね。しかも密室であったということですよね。まあこういったことからですね、なんで心中って言えるか言うと、夫婦仲は良かったという噂があって、喧嘩の声とかそういうものはですね、なかったわけなんですよ。ね。なので、僕はこういったことからですね、密室であるということとかね、凶器が見つかってるということ、こういうものを含めてね、こういうことも含めてね、僕はこれ心中ではないかなっていうふうに思うんですよね。だけれどもですよ、これがですね、一家心中であるというですね、ことになってくると動機はなんやねんっていうことになってきますよね。この動機っていうものを見ていくとですね、こんなことが言えると思うんですよね。まずですね、旦那としたらですね、これ専業主婦ですよね。で、奥さんも1年前から仕事をやっていません。で、子供3人がいてたという状況じゃないですか。そこでこんなことをね、陥っていたんじゃないかな。もともと奥さんは、このイケメンだった。ちょっと小太りになってたけど、昔はイケメンやったいう噂ですわ、この旦那ね。イケメンやったから、ね、この旦那と知り合ったと。で、これ、まあ言うたら大企業ですわ。で、どんな企業かというとですね、こんな企業です。総合食品卸プレコグループっていうのがこういうふうに会社があります。で、これがですね、社長がですね、品川区にあって、高波幸雄さん。この高波幸雄さんっていうのが、このお亡くなりになった奥さん、37歳の奥さんのお母さんのお兄さん、つまりおじさんです。年商250億、財界に乗る。そして
ね、ような企業、そしてお母さん自体も精肉店で50年続いている実業家、ここの娘が嫁いでるというか結婚してね、時の事件です。だから、まあ、ここからはですね完全に考察になってきます。事件の真相はこういった背景から考察です。間違ってたらごめんなさいね。こういう中でですね、奥さんはいい旦那やとね、旦那がしっかりしてるから私はね幸せやねんってずっと言うてたんです。 5,6 年前結婚した時もね。ところがですね、こうなったと思います。感情は変わっていったと思います。そしてこんな背景があったと思うんですね。奥さんは職場でトラブルで1年間仕事を休むことになりました。その中で旦那は専業主婦として動画制作の仕事を自宅でやってます。で子供3人いてます。この中でやっぱり収入が全くない、奥さんの収入もなくなった、この中で生活はどん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 困窮していく中でですね、僕は背景やったと思いますよ。このお母さんたち金がありますから、これはですねお金に困った家ではないんですよ。実際は娘さんも大、富豪ですからね。だからだいぶ応援してもらってたんじゃないかな、そんな背景があるんじゃないかな。だから親子関係が疎遠になってたということは考えにくいんですよ。なぜならば幼稚園から連絡があったのはお母さんだし、お母さんが駆けつけて警察に電話をしているし、この家自体もこのお母さん側から提供された家だから疎遠になってるとは言えないんですよ。だけどそういう中で旦那はね、いや大丈夫や大丈夫や言いながら、現実ね、この奥さん自体が仕事を辞めることによって収入がなくなっていったら頼らざる得ない状況が奥さん側にからねあったんじゃないかな。この動画制作をしているという仕事の中からね、その中で1年を経っていく中でこの娘さんもですね、初めはねうちの旦那はええ旦那なら言ってたけれども、この性格もきついし1年間仕事を休んでる中でこの旦那を見てですね、言い争いが小競り合いというかですね、まあ夫婦喧嘩みたいな小さいものが何回も起こってたんやないやろかね。そしてこの実家の方からも言われたんやないやろか、もうお前離婚せえよっていうようなことを言われてたんやないかな。こんな背景があったと思うんですよ。僕も経験あるんですよ、離婚した経験があるからね。それで、なんとなくですよ、これ想像で言ってるんですよ。ね、でそういう中でですね、旦那はね、こういう歪んだ感情をどん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 持ち始めたんじゃないかな。そういう中で離婚という話が成立しました。旦那もですね、そうやと現実に直面して、俺一人でね、まあ言ったらね、子供3人親権取ったけど離婚する時にね、親権は取ったものの現実を見てみるとやっぱり住むところも嫁の家やと、離婚したら出ていかなあかんのにここやと思うんですよ。3日前っていうのがここやと思うんですよ。離婚したら旦那は子供連れて出ていかなあかんのに、やっぱりそれさえも経済的にできなかったから、しばらくの間のここに住ましてくれへんかという話し合いがあったんじゃないかな。そういう中でのね、この喧嘩があったんちゃうかな。やっぱり現実的に直面したんじゃないかな、旦那はね。だけども親権を取っている、でも現実的には嫁の家に頼らざるを得ない自分がいているという中で、実はこの事件の前日に近所のからのね、いわゆる連絡があったんですよね。ガソリンの匂いがすると夜の8時半ぐらいね、窓を開けてみたらですね、なんか旦那さんが表に出てガソリンの匂いしてるけどもね、あんまりそんな人の家見たらあかんから行くとで、ピュッともう見のやめたらしいですわね。つまり前日から旦那はちょっと頭が気が触れてたっていうか、まあ察したというかですね、この感情のもつれから自分自身にまあ絶望感もあったんじゃないかな。そういうことの中から前日からこの事件は引き起こっていたと思います。そしてこれ布団の上で子供たちが発見されているということなので、ご主人は要するに寝ているところを襲ったんじゃないかな。まずは奥さんから言ったんじゃないかな。奥さんから言って子供たち、まあ子供たちは小さいですから、幼いですからね、6歳以下の子供たちですからね、やっていった、そんな犯行じゃないかな。そして自分も切って、そして玄関に3平方メートルぐらいわずか燃えた跡があったんですけれども、まあこれはね、火は全焼はしていないんですよ。 でまあこう死にきれなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあそういうところでこの旦那が逆玉に乗った旦那がね、こうやっぱり現実に
現実的に離婚はしたけど子供3人を養っていくことができない絶望感、この動画編集をやってるとこから見えますよね。奥さんも1年間仕事を休んでいる中での、あ、やっぱりこの旦那はあかんないうことで離婚を決意したね。だけれどもやっぱり現実的にはですね、親権まで上げているのにね、この家から出ていくこともできない旦那との間で離婚をして、この3日間の間にね、完全に席もね、なくなって、もう最後のこの糸も切れてるわけですよ、赤い糸もね。そういう中で起こった事件じゃないかな。でね、この事件ですね、もう何が悲惨かというとですね、これ勝手な、やっぱりね、これがもしも無理心中に失敗したということであればですね、この勝手なことでね、もうこれ家族3、4人ですね、特に6歳から以下の子供たちの命を絶つというね、もうこれはですね、許せないことなんですよね。で、警察はですね、おそらくこの線で行くと思いますね。やっぱり凶器が、まあ、これ室内の中から発見された、旦那は死にきれてないということで、これ無理心中だと思います。で、動機を聞くとこのような歪んだ動機だと思います。もっと他にも大きな理由があるかもわかりませんよ。で、あるかもわかりませんけれども、無理心中をしたのは旦那ということはこれ間違いないと思うんですね。こういう中で警察はですね、これ間違いなくこれ死刑案件です。死刑確定案件なんですね。これはもう逃れることはできないんですよ。だけれども、ここからちょっといやらしい話をしますけれども、この死刑案件ですから、すごい手柄になる事件なんですね。警察の担当警察、検事からするとね、死刑案件ですからね。その中で警察はおそらくこのご主人にね、ご主人に精神鑑定持っていくと思います。あとあとですね、心神耗弱があったとか言ってですね、弁護側からそんなこと言われたらね、この事件ね、死刑に持っていかれへん可能性があるじゃないですかね。そこでまずは鑑定留置という形で精神鑑定すると思いますわね。で、おそらくこれは精神鑑定してもですね、旦那の精神異常が認められることはないと思いますよ。認められることはないと思いますよ。ね、そういう中で死刑が確定していく事件だと思いますけれども、ね、この大企業ね、この大企業のいわゆるもう親族ね、一族の娘さんの逆玉に乗ってですね、いい方向に行けなかった最悪の事件結果になった事件だと思います。まあちょっとですね、悲惨な事件ですけれども、許せない犯行ですよね。まあとにかく、まあ巻き込まれた子供たちね、もう非常に辛い事件ですけれどもね、逆玉ね、品川一家逆玉殺害事件とも呼べるんじゃないでしょうかね、ということでした。まあ今日の僕の考察はですね、まあ誰でもできる考察なんですけれどもね、あかんかった、あんまり俺のチャンネルやっぱり良くない、ん、え、何、うん、あかん、あかんよな、今日のあかんよね、ちょっとあかんよね、はい、頑張ります。はい、ということで皆さんですね、27日ね、ということではないんですけれども、ライブ配信夜の10時から弟のビビーであります、皆さん方のねコメントにお答えしながらね、楽しくワイワイガヤガヤね、もう永遠ね、バッテリーがなくなるまでね、ライブやりますから、ぜひ27日夜の10時からね、BB と JJ のライブ配信お越しになってくださいということです。はい、そうですよ、忘れないでくださいね。そこのあなた、怪しい赤マスクの動画を見れるチャンスにね、おすすめに上がったから見てるんでしょ、初めての方ね、もっとチャンネル登録を押しとってください。このチャンネル登録を押すことによって僕はですね、やる気が出てくるんですね。はい、そしてグッドボタン、よかったらベルマークを押しとってください。嫌になったら解除したらいいからね、お願いします、頑張ってますからということです。はい、今日も最後まで聞いていただきました。この場面を見ていることはね、最後まで聞いたわけですから、ほんまに感謝しますよ。ということでありがとうございましたね。この品川一家逆玉無理心中事件の考察でした。ありがとうございます。